カーブのね感じとかね、わかりますかね、結構ね独特のね形してるんで面白いですよね。あの鉄道のねあの地図とかでいくとね、こっちの方がまっすぐスーッと伸びていってる感じのイメージですけど、実はあの JR の方の駅からねこう分岐させるような感じになってるんで、実はこっちの方がね手前でグイッと曲がってくるんですよね。まあ私もねそんなに乗あんまりじっくり乗ったことない、快速名とかばっかしですかねこの区間で。するとよしいきなりグイッと曲がってくるっていうね、これもこれ見どころなんですよね。ちなみに鈴鹿駅って名前ですけど、あれですよね、あの近鉄は鈴鹿駅ってなんですね、鈴鹿市駅ってのはあるんですよ、市役所前のね結構近くですけど、基本的には白子駅っていう、白子っていう地域の方がメインになってますからね近鉄は。鈴鹿はねあの一極集中ではなくて分散してるんですよね、白子と川ね、平田と神戸ととかって感じで、奥に観覧車見えますかね、あちかすがさっき古戦車両の玉が置いてあるんですね。お待たせしました、車両基地も玉書きなのかな、お乗車の際整理券をお取りください。少しお客さん乗ってますけどね、こっち側がね車両基地なのかな、こんな感じで控えてますね、なかなか面白い止め方してますね。っていうのも大丈夫ですよ、うん、まあちょっと距離ありますけど歩いていこうと思って。ちなみに私はね鈴鹿サーキット行く時はどうしてるかというと、あの単純に近くに知り合いがいるんでそこにね車止めさせてもらうんで、車で行きます。何のこっちゃって話ですけどね、これねこれこれこれですから西コースの方が近いんですけどね、鈴鹿サーキット行ったら色ぐらいありますからね。一応新しいスマホの方も撮影テストで撮りましょう。
中瀬湖駅から先が単線になるんですよね。中瀬湖駅、中瀬湖ってこっちの地域には結構多い名字でもありますけどね、全国的には珍しいかもしれませんけどね。場所としてはすごい、なかなかの場所ですけどね。私は友人だと思うな。バイパスのね、ちょうどドンツキになってたところとかがあるところらへんですね。こっからもう通なのかな。そうですね、山越えたところで通に入って、ですね、カバゲの山市とかは確かこっちの奥の行ったところにあるんじゃなかったかな。でも伏線が工事できそうな感じで作ったんですよ。定期転結線は乗り換えです。どなた様もお忘れ物ないようにご注意ください。ありがとうございました。よいしょ、はい。ってことで、まあ順調に通までやってきましたよと、まあこんな感じね。実はなんかね、1日1本だけね変わらないと、最後の終電がね、玉垣行きっていうのがあるんですけどね、これはまあ車庫に入れるためなんでしょうね。それ以外はね、基本的に全部通と動かしてないでずっと行き来するっていうのが伊勢鉄道ということでね。さあ、伊勢鉄道のターミナルですよ。そうなんです、伊勢鉄道もこっちの方は専用線になってますんで、まあ伊勢線乗り場ってなってますけどね、はい、こんな感じで、はい、ターミナルということで、いや順調にターミナルもできてますねってことでやってきました。で、ここから先は、まさかまでとりあえず行かないといけないんですけど、ね、こんな感じで、つ、ね、有名な駅名表ですけど、こう見たら、やっぱりシュールですよね、この、つっとだけ書いてある、このね、こっちに行けよっていうね、お茶どうぞみたいな、昔、流行りましたけど、そんな感じが、みたいなね、見えますけど、あとあれですね、私、いつかね、ここ伏線にするのかなって、今、東神殿のあたりで言ってましたけどね、あれ逆ですよね、多分剥がしたんですよね。昔ながらの公選挙が残ってましたからね。ということで、通話で近鉄と JR が共用駅になってますんで、これも実は改札内に繋がってるんで、近鉄のホームに降りれるって降りれるんですけどね。ちなみに、伊勢鉄道が1名線使って、まあ、共用で、まあ、2名4線が JR に対して、実はね、近鉄の通域って1名2000しかないんですよね。実はすっげえ狭いんですよね、近鉄の通域って。まあ今はアーバンライナーとかね、高速特急も全部ね通話止まるっていう風にしてるのは、まあ遠近分離ね、四日市の人たちが大阪に行くときも通で乗り換えてそのまま高速運用に乗れるとかね、そういうようないろいろな、兼ね合いもあるので、ちょっと四日市で止めてしまうと通の人が今度ね大阪方面のやつに乗れなくなってしまうね、高速特急にね。だからまあいろいろそのあたりもあって通っていうのもあるんですけど、まあもう一つの要因が通駅は待避設備がないんでね、ちょっとね運用上ね、ここはね電車停車させた方のが多分運用がしやすいんだと思います。名鉄の名古屋駅と同じようなね、何分に来るのかな、7時45分見ますし、あーじゃあ6時45分や、あれこの時間まだやってないか、ああそう、こんな感じでね吉野家がね、構内ではギリギリないんですけどね。ただね、外に出なくてもね、ここでね、テイクアウトはね、買えますんでね、はいよって言ってね、パッとね、構内でそのままできるっていうのも便利なんですけどね。ちなみにこっち側からね、大体メインの出入り口ですからね、JR の出入り口はまあメインになってますよ。これ通れるのかな？ちょっと、試しがてら通ってみましょうか。お、通れた、当たり前ですけどね。よし。で、まあ、こっち側は完全に JR、まあ、近鉄の、ね、売り場もあって、東急券もこっち側でも買えますけどね、当然、通れますよということですけどね、
こっから真坂方面は規制線の方に行かないといけないんですよ。規制線は、これね、6時49分なんで、あ、もう言うとる時に来ますね。こんな感じで近鉄線は、はい、登録ませんです。JR は IC カード利用とか、そうなんですよ。近鉄に対応するのに IC カードがね、通せるようになってるんですけどね。JR に乗るときは、これ通駅は、で、どっちに行くのも、ね、西新田に行くのも、東新田に行くのも、阿漕の方に行くのも、ダメですよ、っていうふうになってますね。これね、ご注意が必要ですと。よいしょ。パッと紹介しただけになっちゃいましたけどね。もうあっという間に来ますからね。アクセスいいですね。ね、これだったらいいじゃないですか。なんですよ。今日無事。ね、飲み物買っときゃよかったから、まあ、まさかまで近いですからね。向こうには危ないなら大阪難波駅のこれは多分甲府市かな、甲府市運用かもなと思いますけど、全然乗ってないですね。あ、そうか、こっちがデラックスじゃないレギュラーシートですけど、え、一人も乗ってないじゃないか。まあ、県外移動ができないとはいえね、まあ、これは深刻だな。アーバンライダーがゼロ人なんて初めて見ましたね。県外移動ができないですから、どうしても影響あるでしょうね。さあ、ということで、ワンマンフーでした。伊勢市行きがやってきたんで、普通はね、5時、4時全部やってますからね。よいしょ。